皆さん、こんにちは。海洋研究開発機構の原田と申します、えーと。海洋研究開発機構って聞いたことある人、ジャムステック聞いたことある人。あ、ちらほら、あ、嬉しい。結構知らない方多いんですけれど、よかったです。今日はとっても嬉しいです。えっ、ー、とですね、タイトルは二酸化炭素問題と海洋生態系なんですけれども、まあ、ちょっと硬いタイトルではあるんですけれども、できるだけ、えー、ゆっくりと。 分かりやすすく話をしていいいきたいと思いますので皆さんどうぞ、えー、聞いていただければと思います。えっ、ー、とですね今日は二酸化炭素問題二酸化炭素のことを CO2 というふうに、えー、このスライドの中では書いていきますけれども二酸化炭素といいますとですね、まあ、地球温暖化地球が、えー、温室効果で温まってしまうということはですね皆さんもよくご存知だと思います。 ですけれども、実は CO2 問題、もう一つ大きな問題があります。それがですね、今日のテーマになる海洋酸性化という問題です。聞いたことある方、海洋酸性化、あいらっしゃるんですね、ありがとうございます。でもね、ほとんど一般の方にはですね、まだまだ浸透していないというのが、このもう一つの二酸化炭素問題であります。でで今日はですね、えー、この海洋酸性化によって 海洋の生物あるいはいろんな生物が構成するその系システムとしてどのように海洋生物が海洋酸性化の影響を受けていくのかというようなことをですねお話ししたいと思っております。でまあ皆さんあの最近感じられることが多いかと思うんですけれども地球環境の変調としてですねまあ、これは温暖化に よるものと考えられる乾燥化ですとか、永久凍土の誘拐、それから北極の海氷激減、これもかなり最近ですね、あの急激にあの進んでおります。そして、あの私たちの身の回りではですね、ゲリラ豪雨とも呼ばれるようになった突然大量の雨が降る、それから台風が来るんですけれども、そのスケールが大きくなっている気がすると。 いうことで、かなりその温暖化に、えー、関連した環境の変調というのはなんとなく感じていらっしゃるかもしれません。ですけれども、ですね実は気づかれないまま、しずしずと確実に進行しているというのがですね今日の海洋酸性化なんですねで。こちらのグラフはですね大気中の二酸化炭素濃度の変化 地球平均を表しております縦軸は二酸化炭素の濃度を ppm というですね圧力の単位で表しております横軸は左側のグラフは緯度南位90度から北位90度まで,で右側のグラフの方はですね横軸年代を表していますでこのようにです、ねえー、っと着実にえっと着実に 二酸化炭素は時計の針が進むと同時にですね濃度が増加しているという様子が、えー、分かっていただけるかと思います青丸は南極の観測点それから赤丸はマウナロアというですねハワイの観測点の値になりますで現在はですね非常にその濃度が高い状況にありましてもう400をえー 超えてしまう。そういうようなですね、状況にあるというのが、このグラフです。で、実はですね、ずっと古くまで遡ってやりますと、こんなにですね、大気中の二酸化炭素の濃度が高かった時代というのはほとんどないんです。これずっと遡ること、えー、80万年前までいきますけれども、大体いい200から250ぐらいの値でですね、前後していた。 それがですね、今400です。これかなり実は高い数値なんですね。じゃあ、どう高いのかと。400ppm の二酸化炭素って一体どれぐらい高いのかということをですね、グラフでお示ししたいと思います。3つですね、あのグラフを持ってきました。横軸が万年前で表される、えー、年代です。一番左側が現在になります。で えーと地球上のですねいろんなところに海底堆積物ですとかあるいは南極の氷そういったところにですね過去の大気中の二酸化炭素の記録というものが残されていますでそういうものをかき集めてやりますで赤い線3つあの入ってるかと思うんですけれどもこれ3種類の 代替指標というものでですね、当時の二酸化炭素を復元した結果なんですけれども、赤い線はそれぞれ400のところにラインを引きました。で、地球がですね、かつて 400ppm だった時代というのは、一番新しくてもあの300の数字のところ、ちょうどこの時代、これぐらいまで遡らないと、 この 400ppm というのは、えー、なかったと。つまり、現在の 400ppm という大気中の濃度というのは、地球が過去300万年は少なくとも経験していない、それぐらい高い数値であると。そういうレベルに今突入しつつあるということであります。それではですね、まあこれよく、 IPCC レポートの最初に出てくるこれ IPCC レポートというのはですね気候変動枠組み条約に加盟している国々でだいたい5年から7年に1回ですね定期的に出される、えー、科学的な研究成果の気候変動の研究成果をまとめたレポートになりますその冒頭にだいたい出てくる図なんですけれども大気と海洋と陸域のですね 炭素循環の模式図になっています非常に細かい数字の、えー、蓄積によって、まあ、大気中の二酸化炭素濃度の数値どれぐらい毎年蓄積されているのかという数値が出されてくるわけです。でざっとですけれどもざっとですけれども放出大気中に放出されている、えー、二酸化炭素の量6.4ギガトン。 いろんな数値を総裁した結果ですね。これぐらい。ところが大気中に増えていっているのはそのうちの4ギガトン。残りの約2ギガトン。これ長らくですね、よくミッシングリンクと。行き先がよくわからない。というふうに言われていました。ですが、おそらくそれは海洋がその役割を担っているだろうと。海洋がですね、残りの 差し引いた2.4ギガと海が吸っているとこれが海洋酸性化の現況になっているわけでありますでですねあのじゃあ海のどこで吸収されているのかということなんですけれども、えー、なかなか観測がですね全球での観測というのがなかなか追いついていなくって特に海ですね 海の方はですね非常に観測の値というのがまばらなんですけれどもそれでもですね最近の観測の結果とそれから数値シミュレーションの結果を組み合わせてですね世界のどこで吸収されているのかというのを見積もった研究が出されましたこのゼロのところがですね、えー、吸って吐いてというのがバランスしているところです ゼロよりも下にバーがついているところというのは、吸ってますという意味です。ゼロよりも上にバーが来ているのは、えー、吐いてますというところです。で、こうやって見ますと、ですね、海はどこでも吸ってるわけではなくて、よく見てやると北太平洋、南太平洋、太平洋は南北両方とも九州海域ですね。 それから南インド洋、こういったところで二酸化炭素をどうやら吸収しているようだということが分かってきました。逆にですね、熱帯域はやや放出気味であるということも分かってきたわけです。ということで、着実にですね、海の中に二酸化炭素は溶けていっているという状況にあります。で少しここからですね、 難しくなってしまうんですけれども、えー、できるだけゆっくり話すのでお付き合いいただきたいと思います。海水中でですね二酸化炭素一体どういう形で存在しているのかというのをここに表しました二酸化炭素がですねまず海水に溶けるとですねまあ有利した状態他のものと離れて単体で存在しているわけです。 一つはですね、溶存体、まあガス状の、それでもガス状になっている、こういう状態。それから水と反応してですね、炭酸水素イオンという状態にもなります。それからもう一つ、さらに水素が一つ、また取れてしまって、炭酸イオンという状態でも存在します。この三つのですね、形態を 海水中の二酸化炭素濃度の測り方なんですけれどもこれ船の上でよくこういう形で測るんですけれども、まあ、海水の中にですねブクブクブクと空気を挿入して、まあ、気泡を作ることによってですねこの海水と空気の間で 二酸化炭素の交換を十分にさせてやります。ガーッとですねえブク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 させてですねそして二酸化炭素の濃度を海水と空気中の二酸化炭素の濃度を同じにしてやってからその空気の中の方の CO2 の濃度を圧力として測定するわけですで圧力ですので大気中の濃度と同じ ppm で表します ppm というのはパーツパーミリオンで100万分率100万分のいくつに当たるかというそういう割合を示していますではですね海洋酸性化とは一体何かということをもう少し掘り下げたいと思いますこちら二酸化炭素の分子こちら水の分子だと思ってください まあ二酸化炭素が水の中に入りますとですねもちろんこのままガス状のままでもあの存在しますよとさっき伝えましたが一部はその状態でいますですけれどもかなりの部分はですね水と反応して h c o 3ス水素イオンを一つ出しますもちろんさらに進んでですね c o 3スになっていく場合もありますこの反応が進んで この水素イオンが増えてしまうということ。これがですね、酸性化を促すという現況なわけです。水素イオン濃度はですね、まあ、あの、pH でも表します。pH と今言いますけれども、水素イオン濃度の 常用対数に負のの記号をつけたものこれちょっと難しいんですけれども多分高校の理科とかで pHpH pH っていうのは習うと思います1から14までの数値で1とか7よりも小さい数字が酸性7が中性それよりも大きい数字14までがアルカリ性というふうに習うと思いますそれは結局はこの水素イオン濃度の量をですね分かりやすい数値で表したものと ということなわけですねですのでこの二酸化炭素が溶けたときに水と反応して水素が出てきてしまうとこの水素がですね現場の水の pH をどんどん下げて酸性の方向に持っていってしまうこれがですね海洋酸性化のメカニズムなんですそれで実はですねこのの種類の 海水中の CO2 の形態と pH というのは実は関係がありましてどれぐらいの割合でそれぞれ存在しているかという存在量は海のですねこの pH の値によってだいたい決まってます横軸これ水素イオンの指数ですね pH えー縦軸はまあ濃度だと思ってくださいでこれ現在のですね海洋の 氷層水の pH です。8。ここよく覚えてください。海洋はアルカリ性なんです、今。アルカリ性。で、この8の時のですね、存在割合。もう圧倒的にこの炭酸水素イオン、約9割。残りの1割がですね、まあ、炭酸イオンの状態。で、 ガスの状態でそのまま存在できているものっていうのはもう本当にごくごく少なくて0.6%まあこういう割合で存在していますつまりアルカリ性の8ぐらいの時にはですねこの炭酸水素イオンという状態でいるのが最も安定なんですね最も安定ここ重要です後であのなぜ生物が海洋酸性化の影響を受けるかっていうところに関係してきます で海水のですね二酸化炭素と pH の関係ここに並べてきました上のこの白い方の数字が二酸化炭素の濃度です下がですねこの CO2 のそれぞれの濃度だった時に大体いいどれぐらいの pH なのかとこれちなみに三浦半島あのジャムスティック横須賀にありまして三浦半島 非常に高ございますのでそこの水温と塩分の時の pH の値を持ってきました産業革命前 300ppm まあこの時8.1まあ今現在400まあそれでも8ぐらいですねで去年のですね COP21 というフランスの会議パリ協定で2100年までにできれば2度以内 1.5度ぐらいまでですね、これからの気温上昇を抑えましょうという話し合いがなされました、その目標のときのですね、CO2 どれぐらいかっていうと、大体600ぐらいになります。ですけれども、協定は組んだけれども、もう世界の国々、何にもしなかった、何にもしなかった場合は、2100年、大体いいこれぐらいになるだろうと言われてます。 まあそれでもですね大気中の濃度がですね例えば1000になったとしても実は pH は中性に近づくだけなんですね酸性にまでなるわけではないじゃあんで海を酸性化なんていうのかと海を中性化じゃないですかというふうに聞かれることもあります で実は海洋酸性化の言葉の由来というのがありましてそれをちょっと説明したいと思いますで気体というのはですね水に溶けるときに水温が低いほどよく溶けますで海の場合圧力が高ければ高いつまり深さが深ければ深いほど気体はよく溶けるんですねまあこういう性質があります でこのグラフは何かとというと横軸が pH ですこのステーション K2 というジャムスティックで毎年毎年、えー、モニターしている観測点なんですけれどもここの水深 600m までの, PH の海水中の pH の結果を持ってきました。表層で,8ぐらいで,すか、ね、で深くなればなるほど。 pH 下が下ってるのかかりますかねこの水色の点なんですけれどもこのようにですね気体はまあ圧力が高いほどよく溶けるというのがこのグラフからもよく分かると思います二酸化炭素はよく溶け込みますのでさっきの冒頭の方で紹介した水と直ちに反応して炭酸水素イオンになって水素イオンが1個出てくるこの反応が ほどよく進んでいると結果 pH はですねどん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 低くなっているとこういう状況が現在でもあるわけですで実はですね地球が非常に寒かった時代これ横軸ががやっぱ年代でで右側が現在ですこれは南極の氷床イスコアに記録された大気中二酸化炭素濃度を縦軸に持ってきました。 そうすると現在暖かい時代まあ寒氷期と言われている時代ですので濃度は高いところにありますけれども一つ前の氷期約2万年前非常に寒い地球全体が冷えていた時代がありました大気中の濃度180とかもう200を切ってるような状況ですよねで温暖になるとまた大気中濃度が上がる寒冷になると下がるこういうふうにですねさっき ここで示したように温度が冷たいほどよく溶けるということで寒い時代ほどですねおそらく大気中の二酸化炭素濃度の値が低いということは海の方によく溶け込んでいるということを表しているわけですでおそらくですね今よりもそんな風によく海洋の中にですね CO2 が溶け込んだ海というのは かなり pH も低かったんではないかと考えられていますその低かった pH もアルカリなんかじゃなくてかなり中性に近づいていたんじゃないかとでですねブローカークラークブローカーさんたちがですね2001年のペーパーで論文で初めて発表したんですけれどもまあ真相でですね海の深い方で最終表記におそらく深層水のですね pH かなり低下していて海洋が酸性化してたんではないかという言葉を2001年の論文で使ったのが初めてなんですね。ここからつまり過去の海洋の状態を説明するために使った言葉が今現在の海の CO2 の溶け込みによる pH の低下アルカリ性から中性になっていくだけなんですけれども。 それをも含んで説明するようになってしまったので、まあ、海洋酸性化という言葉はですね、えー、こういうふうに現在の海洋の状況も、えー、含めて使われるようになっているわけです。元を正すとですね寒かった時代の時の様子を表したものであるということなわけです。それではいよいよですね生物に入っていくわけです。 ま,あまた後でメカニズム紹介しますけれども、今、酸性化の影響が懸念されている生物。まあ、ここにプランクトンを中心にですね、いくつか持ってきました。共通点としてはですね、いずれも炭酸カルシウムの殻を持つ生物たちです。例えば、翼足類。これ、遊泳性の二枚貝なんですけれども、 えー、私たちの住む太平洋それから北極の方ではですねイワシサンマそういった魚がこれを餌にしますこの点が非常に重要ですね海藝虫甲殻類それから原生動物の有効虫まあこういったですね炭酸カルシウムの殻を持ったプランクトンまあサイズは非常に小さいです、えー、数百マイクロメートルサイズぐらいですかね そういったプランクトンたちが真っ先に影響を受けるということが懸念されているわけですで。実際にですね、妖怪の例というのをお示ししたいと思います。これ、海洋酸性化による妖怪ではないです。単に炭酸カルシウムの殻が溶けてしまうと、 どんな状態になってしまうのかということをですね紹介したくて持ってきたものですこちらは植物プランクトンで塩石層というですねやはり炭酸カルシウムの殻を作る生物なんですねでこのようにですね殻がぐしゃぐしゃになってしまうとこういった状況になってしまってまあ生息できなくなるあるいは死亡率が高まるのではないかと いうことがですね現在懸念されているわけです。じゃあ、ですねこの酸性化と、それから炭酸カルシウム広角を持つ生物への影響、これをですねもう少し、えー、詳しく説明したいと思います。こちら、ですね海の表面、断面図だと思ってください、これ、海の中、ここが海底です。 二酸化炭素は大気からまあ氷層にどんどん溶け込みます。冒頭でも紹介したように、水と直ちに反応します。アルカリ性で8くらいの時にはですね、この炭酸水素イオンの形でいるのが最も安定なので、直ちにこの炭酸水素イオンになろうとします。水素イオンがどんどん増えてくるわけですね。水素イオンがどんどん増えてくる。そうすると海洋はですね、 干渉作用といって、とにかく元の状態に戻そう、戻そうと働くわけです。どう戻すか。いや、ちょっとこの水素イオン増えちゃったよと。これ減らさなくちゃって思うわけですね。減らすためにはどうするか。アルカリ性の時にはこの形でいるのが最も安定だから、よし、この隣にいる炭酸イオンとくっついて、炭酸水素イオンになっちゃえ、ということで、増えた水素イオンは、 炭酸イオンとくっついてまた炭酸水素イオンになろうとしますそうすると今度はもともと少ないこの炭酸水素イオンあごめんなさい炭酸イオンこれが減っちゃってるわけですねこれもう一回もっと戻さなくっちゃと増やさなくっちゃって思うわけですねそうするとじゃあこれどっから持ってこようかとなるとこの生物が骨格として作っている炭酸カルシウムあ ここにあるじゃん。これ溶かして CO3 マイナス元に戻せばいいんじゃないかということで、まあ干渉剤の役割を生物の骨格がになってしまう。これが残念ながら生物にとってはですよ、いい迷惑。殻が溶かされてしまうということで、まあじわじわとですね、この 結局二酸化炭素が溶け込むことでスタートするこの一連の反応が進んで炭酸カルシウムの殻を持つ生物たちが、えー、脅威の状況にあるというわけなんですね。それじゃあですね、どれぐらいインパクトがあるのかということを考えてみたいわけなんですけれどもまあ、やっぱり地球はですね、 まあ46億年の歴史を持ちますのでそれなりにいろんな経験をしてきております。ということで過去にまあ今と今懸念されているような酸性化の状況が起きてたかもしれないそういう時代に遡ってその時の生き物がどうだったかそれを見てやろうということをしたいと思います。こちらですね横軸に時間スケール縦軸に CO2 の濃度を持ってきました。 様々な時間スケールを持つ気候プロセスと大気中 CO2 濃度の変動幅を表したものでして例えばエルニーニョが起きると、えー、エルニーニョというのはまあ大体23年ぐらいの周期で、えー、起こるので時間スケール的にはこれぐらいでエルニーニョが起きると大気中の CO2 濃度の変動の幅はこれくらいというものがまあ表されているわけです。 光合成と呼吸だとこれぐらいで、ここに一つ人一源化石燃料というのがあります。人一源化石燃料、これは取りも直さず私たちの活動によってバンバン生み出されている CO2。時間スケール的にはここ100年ぐらいのことですから、まあ、10の2乗程度のところに来ていて、値がすごいですよね。もう400ですけれども 何にも手を施さなかったら2100年には900になっちゃうってさっき説明しましたですので1,000のところまでこのマークがいっていますでそうするとこの1,000のところにまでですね大気中 CO 2が増えてた時代遡ってやると、まあ、一番新しくてこの行進性指針性温暖極大期というですね大変大昔の時代にまで遡ることになるわけです じゃあこの時代にさかのぼってやろうということを、えー、試みたいと思います。でその前にですねまあさっきの行進性指針性温暖極大気という時代も含めて地球をですね、まあ、4億5,000万年前ぐらいまで遡って大気中の二酸化炭素濃度が大体どれぐらいだったのかということをグラフにした図です。すすごい数字が並んでますよね 変動幅最大でも6,000ぐらいまであった時代があったのではないかということがいろんな過去の記録から明らかになってきています。それからおそらくですね大気中の CO2 の濃度と気温には過去も強い相関関係があって CO2 が増えるとやはり気温も高かったであろうということは分かっています。地球はですね非常に えー、高い二酸化炭素濃度状態が、まあ、ずっと続いてきていたということが、まあ、億年スケ今回で今回遡ろうとしている行進性死神性温暖極大期というのはちょうど5,500万年前ぐらいですねこれぐらいの時代まあ1,000か1,000を超えるぐらいの 大気中二酸化炭素濃度を持つ時代ですじゃあそういった時代まあ現在とですね地球の様子かなり違ってるんじゃないですかねということで想定されている大陸の配置図というのがありますのでそれを持ってきました。下が現在上がその行進性地震性温暖極大気の時代ですね。 確かにまだはっきりとユーラシア大陸はないですしえ大陸の配置もちょっと今とは違うオーストラリアもですねかなり南極寄りに配置されています。ですけれどもまあえ太平洋南北太平洋があり大西洋もありまあインド洋もありということでかなり現在の大陸の配置に近いものであったと。 考えることがで、きますでおそらく今と、今も海洋循環ってありますけれども、この時代も循環はあったのではないかということが推測されます。じゃあ、この時代ですね、まあ今とかなり状況は違うんですけれども、なぜこの行進性子神性温暖極大気が起きたかと、まあいくつもいくつも説はあります。一つ最も これではないかというふうにされている説として持ってきたのがこのメタンクラスレトガン仮説。まあガンというのはピストルのガンのことですね。ある時何らかの何らかの影響でですね海底のえまあ今もメタンハイドレートというのが日本周辺にも大体水深数百メートルぐらいのえ陸面あの海底面に存在していると。 いうのがいろんなところから報告されていますけれどもこのメタンクラスレートメタンハイドレートが何らかの表紙にですね崩壊してしまってメタンが一気に放出してしまった。でメタンはですねそれそのものも温室効果ガスなんですけれども周辺の酸素と反応して直ちに二酸化炭素になっていくということでメタン それから酸素と反応した結果の CO2 という形でバンバンこの時代に大気中の CO2 濃度それから温暖化を巻き起こしたとおそらくまあ推定ですけれども1年間に 0.8ppm ぐらいの速さで1,000年以上もメタンが放出し続けた結果ではないかということが推測されています。 大体ですねそんだけメタン CO2 出てしまうと今よりも気温がですねかなり高かったと、まあ、78度は高かったのではないかと考えられていますし海水温はですね熱帯で5度高緯度域では9度も高かったというふうに考えられていますそれから海全体海はですね非常に重要な役割をもう一つ持っていて。 熱を吸収するという役割も持ってるんですね。3万年もの間吸収し続けただろうというふうに考えられています。それから気温上昇から推定すると、まあ、4500ギガトンの二酸化炭素が放出されたのではないかと推測されています。これ今現在 埋蔵されている化石燃料を全て燃焼すると出てくるであろうとされる二酸化炭素量に匹敵します。大気中の二酸化炭素は 1, まで上昇したとですので今現在埋蔵されている化石燃料全部燃やすと私たちのこの時代だって1,000というそういう数値はですね、まあ、夢のような数値ではなくて現実的な数値であるということですね。 その記録をまあ堆積物から読み取ろうということで、大西洋アフリカ沖のですね堆積物まあ5点、えー、海底堆積物を取ってその当時の海洋環境の記録を、えー、再現復元しようという研究がなされています。これ大変有名な論文でザコスさんたちの研究なんですけれども。 こちら5本海底の堆積物を取ってきています。まあそれぞれ水深が2 7 0 0ルから4 7 0 0ルぐらいのところの水深のものですね。こちらあの深さ、堆積物の深さを表していて水色が堆積物中の炭酸カルシウムの含有量を表しています。この炭酸カルシウムはすべてこういう植物プランクトン 動物プランクトン等のですね炭酸カルシウムの殻の蓄積でできていますこちらの茶色っぽいの白っぽい色これ実際の堆積物の色を表していますそうするとこの色ある時代にですね突然それまで白かったのが突然ですね抹茶色になっているというのが見て取れるかと思います急激にですね炭酸カルシウム含有量が 減っているとおそらくちょうどこの時期が PETM が発生した時期に相当すするだろうとされています、まあ、色を見て分かるようにですね炭酸カルシウムの殻を作るような生物たちの意外が全部溶けてしまっているということなわけですねで、まあ、こういった記録からですね、まあ、おぼろげながら当時の海洋生物がどうなったのかということが分かってきました。 こちらあの海洋の表層に浮遊する、えー、プランクトンたちですね動物プランクトンまあ浮遊性有効中に関しては優先する群衆が大きく変わったどう変わったかっていうとより暖かい海域で生息するような種類が優先するようになったということが分かってますし同じようなことは植物プランクトンにも表れていて。 まあそういうい温,温暖なです、ね、種類にに移り変変わっったたとと、まあ、非常に変動も激しかったとされています。で生産量は減ったんですけれども一方でですね炭酸カルシウムの含有量の多い種類も増加しているこれは面白い非常に面白いんですけれどももしかすると生物が持つ防御反応のようなものが働いて非常にしっかりとした殻を作るようになったと。 これは今現在でもそういうことが観測されていますのでこれは当時もそういうことが起きていたということがなんとなく推測されます一方でですね相当ダメージを受けたのは帝政の生物です、まあ、当時の水深で1500メートルよりも深いところではですねこの帝政有好中ほとんど存在しなくなってしまったということが、えー、言われております 約ですね、5割は絶滅、この時にですね。非常にですね、海の深い方ではダメージが、生物に、生物のダメージが大きかったであるということが分かってきました。で、一方で沿岸域を見てやると、まあ、生産がいやいや増えてるところもあるよと、こういう報告もあります。沿岸域はですね、河川水から いろんな栄養が海の中に供給されやすいところでもあります。そういったところで二酸化炭素が増加するとですね生産が高まるというようなことも起きていたのかもしれません。このようにですねまあ一応ではないんですねそこがポイントです。で海域ごとにこれを見てやりますとさっきあのご紹介したように 沿岸域ではですねケイソウウズベンモンソウこういった植物プランクトンたち増えてるようなところも実はあるんです二酸化炭素の増加によってですね栄養がたっぷりあるような場合二酸化炭素の濃度が高まるとプランク植物プランクトンにとってはむしろ良い傾向があった場合もあるまあ一方でですね大きく減少したところもあって熱帯域 それから外洋の中高移動域、こういったようなところはですね、生産が低下してしまったということが報告されています。このようにですね、お伝えしたいということは、これまとめですけれども、この時代ですね、1000年以上にわたってメタンが年間 0.8ppm の速さで放出されたと考えられています。 まあこういったことがきっかけとなってあの PETM という凝震性湿震性温暖極大気中に蓄積された二酸化炭素1,200でそのですね高い二酸化炭素濃度の影響はプランクトンの群衆や生産量の変化として現れているということが分かってきましたでこういったですね生物への影響というのは よく見てやると実は酸性化だけではなくって温暖化を含めた複合的な要因によるものであるということが分かってきました酸性化だけのです、ね、影響評価これなかなか難しいんですねまあ温暖化も含めたマルチストレスこれがですね生物あるいは生態系全体に影響を及ぼすと。 いうことが、えー、ポイントですそれから生物の種類あるいは海域によってその影響の受け方も違うんだということがポイントです。で PETM から学ぶこととしてですねこちらのグラフ炭酸カルシウムの含有量を PETM が起こったであろう5,500万年前のところこれちょうど8チかけてありますけれども突然炭酸カルシウムの含有量がバーンと減りますね。 減ってずっともうほとんどないような時代が続くんですがやがて回復していきます5490万年前ぐらいにはですね濃度が戻り始めるまあ回復するんですけれどもそれにですね10万年かかってるんですねこれ非常に気の遠くなるような時間です一度ですねここまで二酸化炭素の量をですね増やしてしまうと、まあ、これ まあ地球全体で緩和しながら回復してるんです。海だけではなくて、風化の作用とかもありますので、ただし、膨大な時間が回復にはかかるということを、えー、ご理解いただきたいと思います。まあ、そうは言ってもですね、やっぱり5,500万年前と今とはかなり違うんですね。少なくとも、あの当時、 メタンで0.8というふうに紹介しましたけれど今はもっともっと量が多いんですね年間あたりに増えている量がもうこの速度が維持されると数百年で PETM の CO2 濃度に達してしまう1200ですねそれからおそらく海洋の表層から中層に二酸化炭素が、まあ、長期間滞留する可能性があって 生物に与える影響というのは確実にここの時代よりも大きくなるであろううとということが推測されますそれからさらにですねやはり、まあ、進化というものもありますので生物の群衆の組成がですね当時とは大きく違うんですね。ですのでやっぱり今現在生息している多様な種類について酸性化に対する応答をですね喫緊に調査する必要があると。 いうことは少なくとも言えると思います。じゃあ過去は分かったということで、これからようやく現在の話をしていきたいと思います。こちら、今現在、横軸がですね、ちょっと見にくくて申し訳ないんですが、1960年から2010年を超えた年代を表します。縦軸は二酸化炭素の濃度 こちらは PH, pH の値ですねハワイのマウナロアでずっと1950年代後半から観測されている CO2 どん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 上がり続けてますで pH 海洋観測に関しても90年代ぐらいからようやくですね定期的に観測されるようになって着実にですね確実に低下しているということが この30年の年トレンドから分からると思いまます確実に酸性化は起きてますで、まあ、私たちジャムステックではですねモニタリングをずっとし続けているわけなんですがもちろん酸性化以外のことも含めて海洋環境の変化と生物がどう応答していくかということを観測し続けているわけなんですけれども、まあ、ここにモニタリングサイトステーション K2 というですね 北西太平洋に観測点を設けて観測し続けています。なぜ北西太平,洋か太平洋かということなんですけれどもこちらのモニタリングの結果2014年のですね WMO 世界気象機関これ毎年アニュアルレポート出してます CO2 の。こちらで私たちのこの観測データが紹介されたんですけれども表層で pH が毎年0.0024低下していると。 こんな小さな数字なんですけれどもこんな小さな数字なのに世界では pH の低下が最も大きい海域の一つとされてしまいました残り9つの観測点との比較の結果ですね非常に酸性化の進行が早いそれからもう一つの理由なぜ北西部太平洋かここはですね私たちとっても食卓でお世話になってるんです これはですね、全、まあ、海洋の面積のたった6%、北西太平洋、大体日本のまあ前浜と言われるような海域ですね、非常に狭い面積にもかかわらず、全世界の沖合、沿岸漁業の漁獲量の3割は、この海域から取られてるんです。ものすごい魚資源の豊富な海域、非常にですね、特異的な海域なんですね。 ですので、まあ、私たちこの北西部北太平洋を対象に生物への応答ということまで含めて海洋観測をしているということなんですね。まあ、私たちあの魚の研究所というのは残念ながらいないので、まあ、注目しているのはプランクトンなんですね。まあ、なぜプランクトンかこれ食物連鎖の食物網を持ってきましたけれども一番底辺に実はプランクトンたち いるわけなんですこういったトッププレデター,、えー、クジラですとか、あるいはシャチを頂点とするような生態系を支える一番ベーシックなところがプランクトンたちなんですね。彼らの餌の元になっているという重要さ。それからもう一つ、まあ、炭酸カルシウムのです、ね、合成、これ、主に生物で行われていますが、まあ、サンゴとかもありますけれども、世界で最も 大量に炭酸カルシウムを作っているのがこのプランクトンたちなんです。まあそれが我々が注目するもう一つの理由。当然小魚の餌として重要な生き物なんですね。でまあそれからもう一つ実は課題がありました。生物にとってですね生態系の影響どういうものなのか。まあさっきも温暖化との複合要因で変化するというふうに言いました通り、これだけの影響評価ってなかなかこれまで されていなかったわけです理由は方法がなかったからじゃあ私たちその方法から作ってやろうということを試みております対象にしているのはまあイワシ等のですね餌になっていくこの翼足類それからこちら有,有効虫と呼ばれる原生動物これがですねまさに世界最大の炭酸カルシウム合成者でありますまあこれらをですね研究対象として えーまあ、見ていこうとでもう一つ分かっていることですけれども炭酸カルシウムが飽和していない海水中ではですね大変溶解しやすい殻が溶解しやすいということも観測から分かってきておりますので、えー、これらを対象に研究観測していこうということをしております、まあ、どういった機材を使って観測しているかということなんですが ハイブリッド系流系システムといいうものを使っててましてセジメントトラップと呼ばれるですねこの下にカップがたくさんついているんですけれども定期的にこのカップが回ることでこの三角形のコーンの中に粒子がマリンスノーとしてたくさん表層から粒子が入ってくるものをですね1年間ずっと継続的に粒子を取ることができるそういった装置を使って。 プランクトンを捕まえて観測しているということですね。それから紹介しました通り、定量的に推測する方法がなかったんです。じゃあ、世界のどこにもなかったものではありますが、私たちで作ってやろうじゃないかということで、開発を続けております。マイクロエクコンピュータートモグラフィー法と非常に長いですが、要するに、 私たちも健康診断で骨粗しょう症かどうかというのを測りますよね。それと同じメカニズムです。彼らの炭酸塩骨格、どれぐらい骨がスカスカになっているか、密度で測ってやろうということをしました。今まだ開発中ではありますけれども、少なくとも有効中に関してはですね、定量的な評価ができるようになってきました。 少なくとも有効中に関してはといった理由はですねこれ実は生き物ごとに標準物質を自分たちでそれぞれ別々に作ってやらなきゃいけないわけです標準物質を作るところから開発をしているので、えー、いろんな生物に対応させるためにはそれと同じくらいのサイズの標準物質をですね作らなければいけないのでそこがかなり大変ですねでこれが実際にこれ翼足類という 非常に薄い殻を持つ、えー、これも動物プランクトンなんですけれども実際に、えー、私たちが開発したこのマイクロエクセン CT でどういった炭酸塩骨格密度を持っているかということを、まあ、3D 画像で表したものです個体をですね 3D で全部測定しますのでその1個体1個体1つ1つ全部の骨格密度を測定することができます。 でこのですね炭酸カルシウムのこの CT の、えー、値と密度にはですねとってもいい直線関係があるということが分かったのでまあこの手法はよしよし炭酸カルシウムの骨格密度測定に使えるということになりましたちょっとかなりはしょってますけれども実際には CT 値で出すのはボリューム、えー、どれぐらいの溶石かっていう点ですね。 で密度にするためにはこのグラムのところを、えー、質量分析系によってですね炭酸カルシウムの含有量を求めて、まあ、最終的に炭酸塩の骨格密度にしてあの検出計算で出していくというわけです。でこれがですね実際に海洋酸性化をこの手法を使って影響評価をしたものです。先ほどお見せした翼足類ですね。 左側これ断面図ですけれども、左側が非常に、えー、健康な翼足類の殻の断面図、数値では1053という数値になっています。で、こちらが右側はです、ね、相当ダメージを受けた殻、えー、骨格密度ですね、もう4割ぐらいこのように炭酸カルシウムの、えー、が失われていると、酸性化の影響で,です、ね、失われているということが分かってきました。 で実際に時系列セジメントトラップこの K2 というところで取られたトラップの,あの時間時系列のデータセットをこのようにプロットしてきましたけれども分かってきたことはですねやはりかなり、えー、現場の、えー、pH それから炭酸カルシウムの飽和度にすぐに応答して殻がぐすぐすになってしまうと。 特に冬はですね4割も密度がが低くなっってているととうことが分かってきましたで私たちはこれからですねこの手法を使って死亡率が例えばどれぐらいになっていくのかとかあるいは大人これ大人だけを選んで測っていますから、えー、子どものサイズのものがおそらくダメージを受けやすいであると殻も薄いですからそういったですね陽性の状況がどういうダメージを受けているのかとか。 いうこともこれから観測していきたいというふうに考えています。で、実はですね、私たちまあジャムステックでだけでやってるわけではなくて、世界中のこういう監視観測の海洋酸性化のですねネットワークモニタリングネットワークというのがあります。3年に1回国際会議が開かれています。こういったですねモニタリングネットワークに参加して世界の研究者たちと。 共同して連携して全球でですね酸性化がどのように進んで生物がどのように影響を受けているのかということをえみんなで協力しながら観測をしているということになっておりますではですねもうちょっとだけ時間をもらって将来の話をしたいと思いますこちらですね実は2100年の地球の様子を表しています アラゴナイトというですね、炭酸カルシウムが未飽和の回帰飽和と未飽和というのは理科の時間に習ったかと思います飽和している状態だとその粒子がそれ以上溶け込まないところが未飽和だとどん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 溶けていくというのは、えー、理科で習ったかと思いますけれどもこの色が赤いところ全部未飽和の回帰になっていくと いいうふうふに見積もられている海域ですつまり炭酸塩の生物たちが真っ先に影響を被るのは、まあ、両極含めた高緯度域ここが非常に早いであろうということが推測されております。で概要はですねもちろんさっきジャムステックの研究を紹介しましたけれどもじゃあ私たちが住んでいる日本周辺はどうなんだというのが気になるところだと思います。 理由はですすねいくつかあります貝類を中心としたですね養殖産業、私たち日本の国でもやっています、ホタテですとか。でまあ、もちろんですね、まあ、日本もやってるんですけれども、中国、韓国も非常に重要な産業の一つで、特に中国は人口が多いですから、この養殖産業、貝類の生産量の約9割近くは中国の養殖であります。 で東京湾ではですね実はまあふ栄養化によって日中の海水中のです、ね、二酸化炭素濃度が 200ppm も増加すると時間帯によってかなり大きく違ってくるんだということが観測され始めていますしこのですね差が大きくなるということが仮に現場が飽和状態であっても生物に影響を及ぼす可能性があると。 いいうことが懸念されているわけですどんなふうな生物が影響を受けるとされているか、まあ、私たち自身はプランクトンを中心に見ていますが、まあ、沿岸ではですね例えばアワビそれからウニこういった生物が、まあ、非常にこれ高い濃度になった時に、えー、殻をどういうふうに作るかということがあの実験によって このように分かってきてきいます 600ppm もうすぐ600になりますけれどもウニなんていうのはもう殻の作り方が非常に存在で小さくなってしまうとこのようにですねやはり沿岸も、まあ、炭酸カルシウムをですね殻ですとか骨格に持つような生物たち非常に危ういとされていましてもう実はアメリカではもうその被害が出て出始めていますこれカキの養殖工場。 違いがですね全く育たないそういった養殖産業への被害がですね実は出始めているんですね。ということで、まあ、沿岸域、まあ、pH ですとか二酸化炭素それから生物も含めてですね今現在、えー、123459箇所でですねモニタリング続けられています北は北海道から南は沖縄までですね。 これらはですね、すべて、まあ、こういった大学や、えー、研究機関のですね、まあ、競争的資金でモニタリングされてるんですね、こんなに水産業にダメージがある可能性があると言われながら、えー、国の予算、国からですね、降りてくる予算というよりは、皆さんのボトムアップの研究費で観測が続けられているという現状があります。で最後 まあもう少しですね、私たちの身近に、この海洋賛成かを理解してもらいたくて、お寿司で表現したいと思って持ってきました。お寿司はですね、あの、もちろん、えー、っと、ネタは地域によって変わります。これ、北海道の札幌のとあるお寿司屋さんのお寿司。 になります私、北海道出身なので、まあ、北海道のおい、ね、しい海産物が食べられなくなるのは非常に困るということで、まあ、北海道のお寿司を持ってきました。海洋酸性化によって影響があるもの、も黒い星印でつけていきます、ホタテ、それからこれはアワビですね、これホッキ貝、それからエビも甲殻類で大体4割は炭酸カルシウム持ってますから。 えー、ダメージを受けますカニ、ウニ、まあ、こういったものがですね影響を受けるという状況でもお寿司の状態、こんな状態になってしまいます。食べられるお寿司これだけ。でもちろんです、ね、でね今日はあまり話し,しませんでしたが、温暖化でもですね影響を受ける寿司ネタというのがあります。いくらですこれ鮭 鮭はですね、水温が高くなると、日本に回遊してくる量が激減すると言われてます。みんなですね、日本に帰ってこずに北極の方へ行ってしまう可能性があるとされてます。まあでも、酸性会よりはですね、まだあの影響が低い。でも、う一つこれも非常に大きなあの人位起源の要素として乱獲まああの、 アナゴこれ、うなぎもそうなんですけれども、それからマグロ、これも卵獲の影響を受けるということで、結局、3つの影響というのがですね、このお寿司の将来にかかってくるわけですね。マルチストレッサーと呼びます。酸性化、温暖化、卵獲結果ですね、寿司おけにはガリしか残ってないという状況です。 あのこれ非常に極端な例でお伝えしているわけでもう10年後こうなってしまうということを言いたいわけではなくってこういった生物がその危機にさらされているんだということを理解してほしくてこのお寿司で表現してみましたで私がですねお伝えしたいことまあこれ最後のスライドになりますけれども実はその海洋酸性化というのはですね 非常にその経済的なダメージが大きいと、まあ、食生活もそうなんですけれども、例えばサンゴというのは、まあ、サンゴ礁が生態系を、まあ、あの作っているわけなんですが、水産資源としても非常にダメージが大きいだろうとされていますし、観光業も実はここに金額の中に、経済的価値のです、ね、金額の中に含まれてしまいます。つまり 単に食事の面だけのダメージだけではなくって、私たちの文化のですね。負の影響、こういった点も実は大きくあるのだということを理解していただけたらと思います。最後かな。これではい、ちょっと時間がかなり落ちているかと思います。けれども、私の発表は最後にしたいと、これで終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 ありがとうございます、えっと、もし短めにですね中高生とかにあの将来の進路に関してメッセージとかがあればあの、まあ、機会にいただければと思うんですけど何かございますか、えーまあ、あるいはご自身が、うん、あのこの分野を目指されたきっかけというかういうことも含めてなんですけれどそうですねあのー、まあ私最初から研究者を目指してたわけではなくて、えー、しかもええー 中学校まで理科は大嫌いで、えー、っと、まあ、高校になってですかね、高校2年生の時に科学の、科学ってあの、ケミカルの、ケミストリーのですね、科学の面白さに、えー、ようやく目覚めて、で、えー、っと、とりあえず大学は理系に進もうと思ったんですね。そのところも、まあ、職業は、まあ、学校の先生というのが、まあ、私の将来の目標で、 というのは、その、えー、っと、まあ、身近な大人というと。まあ、自分の家族と、まあ、学校の先生という非常に単純な理由からなんですけれどもあ。学校の先生だったら、その男性も女性も。そういったその精査なく。職業として、いい職業として選べるかなというのが非常に大きな理由でした。ただ、大学の四年になって卒研をして。その卒研で入った先生が、実は南極観測隊。 で南極に行った経験のある先生でそののフィールドの面白さを知ったんですねそれがきっかけであ南極行ってみたいって猛烈に思ってものすごい南極行きたくなっちゃってで大学院で全然関係その南,南極とは全然関係ない大学院に進んだんですけれども、まあ、海洋学の研究をするところに進んだんですがさっき紹介したセジメントトラップという経流計を入れるラボだったんですけれども突然ですね あの若いあの南極海南極の方でセジメントラップの観測をするから1人出してくれという話が急に研究室に舞い込んで、まあ、当時はですね女性あの観測隊というのは1人しかいなくって当然そのこの話は私の先輩に行くわけなんですがその先輩が僕は寒いところは嫌だと断ったおかげでそれを聞きつけた私がですね先生に談判してどうしても行かせてほしいと。まあ、ただし 当時の私の博士論文のテーマは熱帯だったのでお前博士論文どうするんだと言われていやもう約束しますと博士論文熱帯の研究は確実にやります加えて南極のサンプルでも論文書きますとそれを約束に結果行かせてもらってで両方やって両方論文も書いて認めてもらってまああの研究者になるという道を選びましたですのでまあ その時その時のですねまあ恩師、ついた恩師がまあ私にかけてくれた言葉ですとか、やっぱり人との出会いで進路をまあころころと変えつつ、この道に今に至っているという感じですね。なので、何かえ、もしいものを見つけてください、これだっていうのを、どっかに転がってると思います、あ。のー こう大学大学院と進んでいくうちにですね、はい、こんな感じです。はい。はい、どうもありがとうございました。えっとそうですね、あのもう一度じゃ大きな拍手をいただければと思います。はい